全国障害年金パートナーズの動画。こんにちは、障害年金コンサルタントの宮里です。今回の動画では全国障害年金パートナーズの受給代行事例とお客様の声を紹介します。今回紹介するのは OS さんという40代の男性で、東京都にお住まいの方です。病名はうつ病で、認定日請求を行いました。結果、遡って2級が認められ、年金額は約120万円、次回更新時までに受け取れる総額は約200万円となります。続いて具体的な事例を紹介します。ある日、専門職からデスクワークの軽作業に職務転換となった OS さん。給与も10万円以上下がり、仕事場所も家から遠くなって、片道2時間の通勤となりました。なかなか元の職場に戻してもらえず、不安が高まる OS さん。そのような中、不眠、倦怠感、不安、吐き気、頭痛、気分の落ち込み、意欲減退といった症状が出てきました。病院に行くとうつ病と診断され、1年6ヶ月治療を続けてもうつ病は改善しません。症状も悪化し、仕事もできなくなってしまいました。 OS さんの日常生活状況は次の通りです。食事は1日に1食か2食、調理はできず、カップラーメンといったものばかり食べていて、栄養バランスは悪い。入浴は週に 1、2回、着替えも同様。部屋の掃除や片付けはできない。朝起きての洗面、歯磨き、髭剃りもできない。買い物は週に1回、最低限のものを買う程度。車の運転にも支障があり、電車やバスを利用するのも難しい。退職後の国保や国民年金の手続きも一人では困難。週に1回様子を見に来てくれる友人に、買い物や掃除、食事といった援助を受けていた。単身生活とはいえ、友人のサポートにより何とか生活できている状況でした。私たちでサポートした結果、無事に2級が認定されました。最後に OS さんの声を紹介します。これからどうやって生きていけばよいのか、いつになれば健康になれるのかと悩み、暗闇の中にいるようでした。そんな時、ネットでたまたま全国障害年金パートナーズを見つけました。当時は傷病手当金を受給していたこともあって、また代行というものがどういったものか全く知識がなかったので、情報を集めようと思い、すぐには依頼しませんでした。値段が高いとか、こういった人は断るとか、不利になりそうなことも正直におっしゃっていられたので、信頼できると思いました。また大変な労力でメルマガで情報を伝えていただいたので、しっかりした方だと思いました。障害年金の受給代行を依頼して、これ以上はないという結果になったので、宮里先生にお願いして本当に良かったと思い、感謝しております。何気ない日常に戻ることへの難しさを、とてもよく理解していただいていると感じました。今後もよろしくお願いします。OS さん、ありがとうございました。この動画を見て、自分も障害年金を受けたいと思った方は、ぜひ全国障害年金パートナーズに依頼してください。うつ病で経済的不安を感じている人は、魔法の靴とうつ病になったティラノサウルスという動画をご覧ください。あなたの不安解消につながるはずです。また、あなたのうつ病で障害年金を受け取れるか、私たちが無料で判定しますので、画面右上のリンク先からお申し込みください。